いろんなシーンがあるので、その場面によってそのアイスコーヒーだったりブラックだったりラテだったりっていうのがあったので、さまざまなシチュエーションでこうコーヒーを楽しめてお腹がタプタプになりました。これは足湯たんぽです。やっぱり朝が早い時とか寒いロケとか足が温まるとこう血が巡るって言いますか。なのでなるべく冷やさないように湯たんぽを履いています。どれぐらい前から？もう何年ぐらいは履いてるような気がします。